始まりました。2023年 ICU 祭スメルステッパーズステージパフォーマンスプリズム、本日はお忙しい中ご来場くださり誠にありがとうございます。最初に MC を務めさせていただくのはスムーズステッパーズ3年生のリナと2年生のエリです。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さて早速作品紹介に移りたいところではありますが、最初に注意事項の方を3つほど説明させていただきます。お客様の後方に設置してありますビデオカメラにて公演の様子を撮影しております。作品中は立ち上がったりカメラの前を通ったりしないようお願いいたします。お客様による一切の写真ビデオ撮影をお断りさせていただいております。ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。そしてここ 2,3 年は声援なしでの祭りステージとなっていましたが、今年は、コロナの制限も軽くなり声を出しての声援も可能になりました。皆さんダンサーの名前を呼んだり叫んだりしてぜひぜひステージを盛り上げてください。はい、それでは1つ目の作品紹介に移りたいと思います。祭りステージのトップバッターを務めるのはフレッシュな1年生が作り上げる27作品です。ダンス初心者も多い中、基礎を一から始めて日々努力を重ねてきました。ジャンルがないからこそ見せられる多種多様な姿をお楽しみください。ところでエリさん、去年1年生作品やったと思うんですけど、いかがでしたか？はい、そうですね、私の代は人数がすごい多いんですけど、先輩がいない中で一つの作品を作り上げるっていうことがもうそれ自体で大変でした。みんなで練習以外にも話し合いを重ねて一層絆を深めることができたんじゃないかなと思ってます。なるほど。エリさんがいる26の代とは違って、私の25の代はちょっと人数が少ないので大人数羨ましいなっていう気持ちもあるんですけど、やっぱり大人数だからこその難しさもあるんだなというふうに思いました。はい、それでは早速準備ができたようなので MC コメントを読ませていただきます。こんにちは、みんなの作品です。一発目から瞬間風速最大で皆さんに私たちのダンスをお届けします。とにかく声を出して手を上げて叩いてついてきてほしいです。振付師からダンサーへ、ついに初日だね。一旦全員深呼吸、緊張もするけど自分たちの努力を信じよう。これまでもこれからもありのままのみんなが大好きです。ここまで来たらやるっけない、ぶち上げるぞ27。それでは一気に会場を盛り上げていただきましょう。27作品です、どうぞ。
Keep up!